左から、セニング、エルムクビスと、クラフォード・オッケ・セニングは、スウェーデンの外科医である。心房内血流転換手術で知られるほか、初のインプラント型心臓ペースメーカーの埋め込み手術を行ったことで知られる。ダーラナ地方のレッドビークに獣医師の息子に生まれた。エンジニアになりたかったが、母の勧めで医師の道を選んだ。ウプサラ大学、ストックホルム大学で学んだ後、 1948年から1956年の間、ストックホルムのシュボットスバーグ病院で有名な外科医、クラフォードの下で心臓外科医として訓練を受けた。1954年のクラフォードによって行われた人工心肺装置を使った手術の成功に貢献した。1956年からカロリンスカ研究所の病院の実験外科部門を率いた。 1967年に大血管定位の患者に心房内血流転換手術を行った。1958年10月8日に電子技術者ルネ・エルムクビストと開発したインプラント型心臓ペースメーカーの埋め込み手術を行ったが患者は数時間後に死亡した。1961年から中ヒ大学に新設された大学病院の外科部長となり、 1969年にスイスにおける最初の心臓移植手術を行った。1985年に引退し、2000年にチューリッヒで没した。1968年にドイツの科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれた。1979年にドイツのエルンスト・ユング財団を受賞した。ありがとうございます。